ハラディ結束と共演。こんにちは。会いたかったよ。はい、ありがとう、ありがとう。今日は、新しい血族の倉橋くんを迎えての初めてのファンクラブイベントなるわけですが、皆さんこんばんは。今日はまたここでこうして皆さんと出会えてすごく嬉しいです。クラウドお考えか証拠。はい、クラハさんが正式加入してまだ日も浅いところではありますが、この間メンバーやスタッフがクラハさんをつぶさに観察した結果、実に驚くべき事実が次々と発覚してまいりました。このコーナーではそんな目撃談をもとにクラハさんの謎に包まれた真実の姿に迫ってみたいと思います。目撃談その1、クラハ氏はノートパソコンを持ち歩く男ということなんですが、この目撃談はどなたの目撃談ですか？はい、これ誰？これじゃなくて、あ、俺、はい、俺です。はい、浩二さん、じゃあこれ説明ちょっとお願いします。はい、倉橋くんはですね、まあ、会議やミーティングの時になると必ずもう一番最初に到着してますね。で、到着していて、いつも窓際でこう、なんか安入な物なんかね、安入な感じだよな。うん、ぜひですね、そのパソコンを打ってる姿とか見てみたいんですけど、皆さんどうですか？見たい？じゃあドン。倉橋さん、パソコンは主にどんなことにお使いになってるんですか？主にはまあ歌詞を書いたり、あとまあさっき浩二君が言ってたんですけど、まあ、会議や打ち合わせ用の資料を作成したり、まあ、保管したり。忙しい仕事の、まあ、疲れをふっと癒す瞬間っていうのはどんな瞬間ですか？僕は結構星空とか好きなんですけど、安入な気持ちで星空を眺めてます。おー、ロマンチックですね。なるほど、わかりました。じゃあ続いてまいりましょう。それでは目撃談その2、さりげなくエスコートするジェントルマンということなんですが、これはどなたの目撃談ですか？マナ様の目撃談ということで、じゃあ、詳しくはゆうきさん、こしょこしょっとちょっと聞いていただけますか？うん、うん。じゃあここで2人に実践してもらおう。じゃあね、ちょっとね、クラフ君はもうちょっと向こう行って、で、マナちゃんはもうちょっとこっち、で、マナちゃんが先生、俺はどの辺でいい？適当に見てて、そこら辺で一緒に、うん、で、マナちゃんが歩いてます。で、ここで一緒に引っかかって、あっ、マナさんがこけちゃった。うわ、きゃ、痛い。それでクラフ君がすかさず現れ、手を差し伸べる。うん、うん、それって打撃起こし、うん、おー、うん、で、二人は見つめ合う。そんでマナちゃん思わず照れてしまったと。うん、
で、クラハ君は立ち去ってしまった。そんなマナ様のクラハさんに対する今のお気持ちは？続いてはこのコーナーです。マリス・ミゼル、美学の Q&A。 コウジさんへの質問です。クラハさんを初めて見た時の感想を体で表現してください。こういう感じそれか、なんか こういう感じそれどういう意味わかんないかな、これな。次行って、次。わかりました。続いては結城さんへの質問です。はい。お風呂が恋しい季節となりましたが、はい、最近お気に入りのお風呂アイテムは何ですか？最近はね、東急アンズで買ったね、こうアロマオイルを垂らすと、でこう機械のあの電池でね、でそばに置いたらそれが反応してこう香りが香ってくるわけよ。それを置いてるんですよ。おお。まあ次。あ、次。あんまり突っ込むなってことですね。はい。マナ様への質問です。21世紀のマナ様のテーマは、美形あ、美形、美形。クラハさんへの質問です。普段何をして休日を過ごしていますか？その時の服装も教えてください。休日はだいたい、まあ、とある港の方の秘密のバーに出かけてるんですが、ここでちょっとお酒を飲んで、そして家に帰って、まあ、本を読むといった、そういう休日ですね。渋いですね。何でしょう、そんな笑いをこらえたような顔してんの。コウジさんとはえらい違いだな。ああ、そうだよね。そりゃそうだ。失礼いたしました。うん、失礼です。結城さんへの質問です。はい。クラハさんとマナ様は旗から見てもベストカップルに見えますが、見えます、はい、見えますよね。その件についてどう思いますか？どう思うもこう思うもね、なんで俺に聞くかなって感じじゃない。ではマナ様への質問です。立ち姿で喜怒哀楽を表してください。あ、それ楽しいんだ。クラハさんへの質問です。恋人への年齢制限はありますか？特にはないです。まあ好みのタイプを聞かれると思うんですが、まあ、強いて言えば、まあ、エレガントでミステリアスで、まあ、時折見せる笑顔が可愛い人がいいですね。クラハ&マナ様のカレーミクッキング。カレーにクッキングって何を作るのかな。今日は、今日はケーキを作ります。っていうかこれもうできてんじゃない、ほとんどケーキ。できてるできてる。違います。これはですね、事前に2人で塗っておいたもので、まあ、時間の都合上今日はここにさらに何か意味のあるデコレーションをマナ様と2人でやろうと思ってます。2人で作り上げていくとね、マナ様。なんだなんだ、乾杯か。うん、手さ、手品だよ、手品。手品だこれ。やっぱりあれあれあれ、皿回してる人がなんかこんなエレガントに皿回す人初めて見たよ。お、うん、くっついてるじゃないか。エレかよ、ごめんね。ジャムジャムはいはい、チョコレート。お、なに、なに、なんだ、何があるんだ、なんだ、なんだ花。ああ、ほう、うん、なんかまた出してるよ、なんか
あ、お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 、はい、完了しました。完了。題してマリス・ミゼル、ソシエテド・パラント、新たなる血族との共演競技。まんまだ。コージ&ユウキの仰天メイキング、塗りたくりでショー。塗りたくりでショー。塗りたくりでショー。で、今回は会場のファンの皆さんの中から、浩二さんチーム、結城さんチーム1名ずつ、計2名の方に協力していただこうと思ってるんですけれども、いかがでしょうか。まずは浩二さんにメイクをしてほしいという人、手を挙げてください。あ、じゃあね、その辺の結城さんにメイクをほしい、してほしい人。じゃあ君に行こう。気をつけて上がってきてください。ちっちゃいな自分。ちっちゃい。はい、じゃあお客様に、じゃあこちらの浩二さんチームから。お名前は？藤沢由紀子です。ということでメイクしてもらっちゃいますけど大丈夫ですか？多分、はい。なぜ浩二さんチームに？かっこいいから。かっこいいということです。だがお前は負けるんだよ。なんて意地悪な。じゃあ結城さんチームの、はい、お名前は？古市あすかです。あすかちゃん、はい、なんか少女っぽくて可愛らしいですね。はい、ということでこのお二方に協力していただいて、いよいよメイクバトル開始となるんですが、本日はですね、テーマをちょっと決めたいと思うんですが、では伯爵から発表していただきましょう。はい、テーマは題して恐怖ドラキュラ伯爵夫人、白い肌に狂う愛と悲しみのメイク。はい、それでは制限時間6分です。6分以内でやってください。準備よろしいですか？それでは恐怖のドラキュラ伯爵夫人、白い肌に狂う愛と悲しみのメイク、メイクバトルスタート。浩二君チームはまず何からでしょうか？まずはね、髪の毛をね。なんか忙しいみたいですね。結城くんチームはもう白塗りを始めてますね。これも白塗りですか？塗りたくりでしょう。なんかテーブルの上に気になる本があるんですが、吸血鬼になる条件、赤い方位、歯、余分の乳首などを持って生まれること。これはなんか参考になるんでしょうかね。浩二君は何か参考資料みたいなの？これは このまま浩二君終わるとこちらの方はかわいそうですよ。あまりにもお嫁に行けないかもしれないですね。5、4、3、2、1、終了。終了です。拍手。できた。できましたか？はい、じゃあ完成図をですねくるりと回って会場の皆さんに見ていただきましょう。どうぞ。本人かなりキョドンとしている状態になっちゃってますのでですね、これはちょっと、じゃあ倉橋さん、ご本人たちに、はい、顔を見た感想を。勝ったよ、やったよ俺たち、勝ったぜ。感想はどうでしょう？もう勝ちですね、これは。似た者同士かもしれませんね。感想はどうでしょう？バッチリです。勝てますか？うん、嬉しいです。はい、ひどい顔です。浩二さんも結城さんも悔いなしといったところですが、まあ、果たして2人のどちらが恐怖のドラキュラ伯爵、白い肌に狂う愛と悲しみのメイクというお題にぴったり合ったメイクができたのか、判断は会場の皆さんに任せたいと思います。よろしいですか？拍手で答えてください。浩二さんの勝ちだと思う人。はい、じゃあ続いては結城さんの勝ちだと思う人。
おー、これはちょっと判断に苦しみますね。微妙自ら拍手をしてる。ちょっとじゃあ倉さんとマナさんにちょっと決めていただきましょう。マナさんはどうしましょう。やったー、まだじゃんかよ。決定しました、まあ、思い切りの良さということで勝者は浩二君チームです。おお、おめでとうございます。ダンス講座です。ダンスといえば、ダンスといえば特別講師ですが、うん、本日の特別講師を紹介します、うん、幻想流ゴシックダンスの創始者、うん、マナ様先生です。同じく幻想流ゴシックダンスの門下生の一人、門下生だ、結城伯爵です。はい、うん、ゆうきさんは今日マナさんにね、マンツーマンで教えてもらうね感じで、うん、これじゃあのカウント入りでやってみましょう。はい、いいですか。はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ダニャー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 。おや、ゆうきダメじゃないか、いきなり間違えちゃう。もう自習じゃ、マジ自習じゃ、そこで。ああ、いい。ワン、ツー、スリー、フォー、ニャー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 。はい、ここまで、はい、ね、うん、練習した、個人練習してた？ OK、 じゃあ戻ってよし、うん、どう、別に俺が偉そうにするわけじゃないんだけど、戻ってよし、うん、じゃあ次のブロック、ここから、右手を左手前に突き出す、シュパッとね、うん、で、その手をそのままヘンス、ヘンス、何ですかそれは。ヘンス、あっ、真面目にやります。ここから左手前に出す、で引っ込めつつ左手を出して、でそのまま回れ右で、3回目4回目をじゃあマナ様先生にお手本として、うん、先生のお手本を見てみんなも覚えてくれ。よろしいかな。うん、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ん、AOV マナちゃん、違うくね、違うよね、師匠、師匠、それはアイドル、アイドル、それ。え、皆さんやる気あるんですか。あるぜ、あるぜ、ちゃんとやってください。はい、あります。
ソシエル・ド・パラント、新たなる接続との共演、楽しんでいただけましたでしょうか。先ほどの正規のポラが欲しいという人はぜひですね、マシリまでどんどんご応募くださいということで、マリス・ミゼルは新メンバークラハさんという存在を得て、これからも次々と新しい扉を開いていくことと思います。そんな未来への展望を含め、最後にメンバーの皆さんから一言ずついただきましょう。まずは結城さん、お願いします。はい、はい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 、今日は、こんなにたくさん本当集まってくれてどうもありがとう。また近いうちね、ライブなんかもやりたいと思いますので、はい、ぜひとも楽しみにしておいてください。それでは今日はどうもありがとう、僕のために。はい、結城さんでした。続いては浩二さん、お願いします。いやいや、僕のためにありがとう今日は。いや本当にみんなとまたね、会えて嬉しいんだけども、ここで重大発表があります。3月にライブが決まりました。次は3月にみんなと会える日を楽しみにしています。はい、浩二さんでした。はい、ではマナ様からはお言葉に変えて愛を込めたメッセージボールを投げていただきましょう。マナ様、お願いします。ナイスカター、ナイスボール。はい、マナ様ありがとうございました。それでは最後に本日の主役、クラハさんから一言お願いします。今日は本当にこんなに楽しい一日になるとは思ってませんでした。また次にみんなに会える時まで楽しみに頑張ろうと思います。今日はこのファンクラブの名前がマシェリということで、皆さんとマシェリを一緒に歌いたいと思います。皆さん一緒に歌ってくれますか。それでは今日のこの日の思い出、マジで無理やり押し付けられて固く乗せいでショーウィンドウの中で動けないあの この瞬発はもう祈りで、ここの周りの人たちを天の雨上がりの朝は水たまりで晴れて、星降る夜を待ち願いをかけよう。
とこの決まりから、こぼれ落ちている幸せを少し黙ってもらってみても、ここの周りの人たちを広がってくれるよね。ありがとう。ライブで会おう。また会いましょう。